9月6日、金曜日の山陽新聞ニュースです。局地的な豪雨で、家屋の浸水や土砂崩れに見舞われた新見市で5日、ボランティアの受け入れが始まり、復旧作業が本格化しました。市内外から55人が駆けつけ、新見市社会福祉協議会が設けた、災害ボランティアセンターで登録を終えると、水浸しになった家屋の片付けや、道路に溜まった土砂の撤去に、 汗を流していました。高松市、阿治町を拠点に世界的に活躍し、去年95歳で死去した彫刻家、流れ正幸さんの住居、兼アトリエが流れスタジオ流れ正幸美術館として5日、開館しました。瀬戸内海を望む館内に、生涯の作品が並び、美術ファンが熱心に見入っています。 農林水産省の日本の棚田百選に選ばれている三崎町大賀西地区が稲刈りのシーズンを迎えています。標高400メートルに位置する大賀西地区はすり鉢状の斜面およそ40ヘクタールに大小800枚ほどの棚田が連なっていて、黄金色に染まった稲穂が時折吹く風に揺れ、山あいに秋の気配を漂わせています。 続いて天気予報です。9月6日は岡山県南部、北部ともに晴れ、時々、曇りでしょう。岡山県南部の最低気温は26度、最高気温は34度でしょう。岡山県北部の最低気温は23度、最高気温は32度でしょう。降水確率は岡山県南部、北部ともに午前10%。 午後20%でしょう。ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。